皆さんおはようございます。福岡市長の高島でございます。素晴らしい天気になりました。はい、これだけこう台風がまあいい具合にそれてくれてですね、雨が降って、そして、素晴らしい日差しが照ると本当に気持ちもいいし、そしてまた緑も大変喜んでいるというふうに思います。普段から今日お集まりの皆様におかれましては、グリップキャンペーンといいますか、緑と花の街づくりのために大変ご尽力をいただきまして誠にありがとうございます。私もあの福岡市長になる前にですね、水と緑のキャンペーンという番組のキャスターをしていたわけでございますけれども、まあこういった時大体緑が豊かなところに行って素晴らしいねってこと言うんですが、個人的な経験でいきますとね、エジプトとかあと中東地域に実は学生時代よく行ってたんですね。でそこで感じたのは、本当は大地というのはですね、大地の茶色と海の空の青、この2色しか地球にはないんじゃないかというふうに思ったんですね。基本的に幾度もですね、茶色の大地と青い空しかないんです。でところがナイル川沿いをずっと行ってますとね、人間が意志を持ってその川の水を引き込んで畑を作ったところだけ実は緑だから、大地がその時に3色になるんです。茶色と、そしてもう目にもまぶしい緑と、そして空の青というですね、やっぱりそういう時にそういうない環境に行った時に、本当に緑っていうのは命の象徴なんだということを、非常に強く感じることができた、そういった経験もあったわけでございます。日本という国土自体が大変山も多く、そして水が上から下に流れてくるので、本当に毛細血管のように、水が行き渡って、そして、命の緑で覆われている、これが美しい、日本という国だというふうに思います。福岡でもですね、大変皆様のご尽力によって、美しい緑に包まれております。ただ東京に行きますとね、実は意外に大都会と言ってますけれども、緑が多いんですね。東京は結構緑が多いんですね。やっぱり、コンクリートの中だけで生活をしているとやはりおかしくなりますから、やはり自然との触れ合い、そしてまた花のを見ながら季節を感じる、こういったことは我々の人間のリズムにとってもとても大事なことと思います。これから大濠公園、舞鶴公園をセントラルパークのようにですね、美しい緑の公園に再整備をしたいと思います。また街中においても福泊花しるべ、こうしたものっていうのは非常に、季節というものを感じることができる取り組みでした。また各地域において、それぞれ花壇ですとか川沿いですとか綺麗な花を手入れをしていただいている皆さんのおかげで非常に潤いのある町になっています。これから福岡市はもっともっとたくさんの方にお越しいただいて、そして、福岡の魅力を多くの皆さんに知っていただくためにもですね、ぜひ皆さんと力を合わせて、もっともっとこの福岡の町を緑と花いっぱいの町にしていきたいと考えておりますので、これからもご尽力のほどよろしくお願いいたします。今日は、表彰させていただきますけれども、まさに福岡市内でも先頭に立って、率先してこうした取り組みに、取り組んでいただいている皆様に表彰させていただくものでございます。大変感謝を申し上げたいと存じます。これからも皆さんと力を合わせていきたいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。今日よろしくお願いします。アクアコート女子会花クラブ様、どうぞ前へお進みください。高島市長お願いいたします。感謝状、アクアコート自治会花クラブ様。キー団体は長年にわたり花と緑のまちづくり活動を積極的に行われ、本市の都市緑化の推進に多大な貢献をされました。この功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。平成26年10月18日福岡市長高島総一郎、どうもありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、新戸三丁目一区町内会様、どうぞ前へお進みください。では高島市長お願いいたします。感謝状、新戸三丁目一区町内会様、以下同文でございます。どうもありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、
ウェルカムガーデンを守る会。守る会様、どうぞ前へお進みください。では、高島市長、お願いいたします。感謝状、ウェルカムガーデンを守る会様、三門分でございます。どうもありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、株式会社岩田屋三越様、どうぞ前へお進みください。では、高島市長、お願いいたします。感謝状、株式会社岩田屋三越様、三門分でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、子ども病院フラワーボランティア様、どうぞ前へお進みください。感謝状、子ども病院フラワーボランティア様、三門君でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。会場の皆様、盛大な拍手をお送りください。受賞者の皆様、ありがとうございました。お席へお戻りください。表彰を続けます。次の5団体をご紹介させていただきます。お名前が呼ばれましたらご登壇ください。地域に花を咲かせよう会様、住江湖ビアンス会様、東新町一丁目一区自治会様、博多まちづくり推進協議会様、博多リバリン白鳥会様、それでは表彰を行います。地域に 花を咲かせよう様、前へお願いいたします。感謝状、地域に花を咲かせよう会様、三門分でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、堤エコビアンス会様、どうぞ前へお進みください。感謝状、堤エコビアンス会様、三門分でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、東新町一丁目一区自治会様、どうぞ前へお進みください。感謝状、東神町一丁目一区自治会様、三門君でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、博多まちづくり推進協議会様、どうぞ前へお進みください。感謝状、博多まちづくり推進協議会様、三門君でございます。どうもありがとうございます。おめでとうございます。続きまして、博多リバレイン白鳥会様、どうぞ前へお進みください。感謝状、博多リバレイン白鳥会様、三門分でございます。どうもありがとうございます。おめでとうございます。会場の皆様は盛大な拍手をお送りください。受賞者の皆様、ありがとうございました。お席へお戻りください。高島市長はそのままお待ちください。表彰を続けます。最後の6団体をご紹介させていただきます。お名前が呼ばれましたらご登壇ください。まず最初は、原北花道隊様、プレゼント西陣線様。プレゼント西陣様は
本日ご欠席です。松島工区男女共同参画推進協議会様、緑ヶ丘おしばりサイクルの会様、緑ちかまる推進局様、弥生坂花の会様、感謝状は高島市長より贈呈させていただきます。花北花道隊様、どうぞ前へお進みください。感謝状花北花道隊様、伊賀堂君でございます。どうもありがとうございます。続きまして、松島工区男女共同参画推進協議会様、どうぞ前へお進みください。感謝状松島工区男女共同参画推進協議会様、伊賀堂君でございます。どうもありがとうございます。続きまして、緑ヶ丘おしばりサイクルの会様、どうぞ前へお進みください。感謝状緑ヶ丘落ち葉リサイクルの会様、以下同文でございます。どうもありがとうございます。続きまして、緑ちかまる様、どうぞ前へお進みください。感謝状緑ちかまる様、以下同文でございます。どうもありがとうございます。続きまして、弥生坂花の会様、どうぞ前へお進みください。感謝状弥生坂花の会様、以下同文でございます。おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。以上が花と緑のまちづくり地域活動功労者の表彰となります。受賞者の皆様に今一度盛大な拍手をお送りください。受賞者の皆様、ありがとうございました。お席へお戻りください。高島市長はそのまま壇上にお残りください。続いて、公園用地無償提供者の表彰です。この賞は市に対し、都市公園、都市公園用地または都市公園施設を提供した民間の団体または個人を表彰するものです。それでは名前が呼ばれましたらご登壇ください。宗教法人老松神社様、どうぞ前へお進みください。感謝状宗教法人老松神社様。キー団体は長年にわたり本市の公園行政に深い理解を寄せられ、下水老松公園の用地を無償で貸与し、都市緑化の推進に寄与された功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。平成26年10月18日福岡市長高島総一郎。どうもありがとうございます。おめでとうございます。会場の皆様、盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。続いて、都市公園事業功労者の表彰です。この賞は都市公園事業の推進に顕著な功績のあった民間企業の団体または個人を表彰するものです。受賞者の福岡大学工学部社会デザイン工学科景観まちづくり研究室教授柴田久志様は、肥後公園の再整備事業にあたり学生の方々とともにデザインコンセプトの構築をはじめ、
多大なご協力をいただき、都市公園事業の推進に顕著な功績を残されたものです。それでは名前が呼ばれましたらご登壇ください。柴田久志様、どうぞ前へお進みください。感謝状、柴田久志様。あなたは渓谷公園の再整備にあたり、学生の方々と共に安全安心の街づくりに尽力され、本市の都市公園行政に多大な貢献をされました。この功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。平成26年10月18日、福岡市長高島総一郎。どうもありがとうございます。柴田様、ありがとうございました。